ロドリック・オコナーはアイルランド生まれの画家である。フランスで活動した。ブルターニュのポンタバンで活動し、ポール・ゴーギャンの影響を受けたポンタバン派の画家の一人である。アイルランド、ロスコモン県のキャッスル・プランケットで生まれた。父親は治安判事で1863年に県長官を務めた人物である。ダブリンのアンプルフォースカレッジで学び、ダブリンの美術学校、 ロイヤル・ハイバーニアアカデミー・オブ・アートで学んだ。1884年にオランダのアントウェルペンの美術学校で学んだ後、パリに移った。パリではモンパルナスのレストラン、シャブランに集まった英語圏の芸術家の一人になった。その中にはアメリカ出身の画家、トーマス・アレキサンダー・ハリソンらがいた。パリで印象派の画家の先品に強い影響を受けた。 1887年に初めて、ブルターニュのポンタバンを訪れたとされ、1892年から1904年の間、何度もポンタバンを訪れ、ポール・ゴーギャンや、アルマン・セガン、シャルル・フィリジェ、エリック・フォーブス・ロバートソンといった画家たちと親しくなった。1889年から1889年の間はやはり多くの芸術家の集まったグレシュル・ロワンに滞在した。 1905年からはパリに住んで活動した。ブルターニュの風景や人物画を描き、主にサロンド・オトンヌに出展した。アイルランド出身の印象派の代表的な画家となった。パリでは作家のサマセット・モームとも交流があった。ありがとうございます。